ちょっと待って、また、またか、いや大丈夫かいや多分大丈夫かななはずはい、マリです、どうもえー、遅れた理由はちょっといろいろあったかです、はいそんないいんだよ、はいそんないい気持はい、えっと 狂気って言ってるけど全部じゃないんでえっとゲンガーとイサを一回取ったんだよ途中まで途中まで取ってちょっとあれだったから一回切ったって感じなんですよねはいでえー、っとリングマとジュナイパーとベロリンガとあとあのゲンガーかないや違うわゴーストだゴーストがえ最近出に入れたっていうか昨日今日ぐらいでッゲットしたってやつですねはい多いね本当 <laughs> いやーマグマなし早く切ってくれんかなマジで ママグマしずっと待っとてるんんだけどななもう全然来ないんですよね今さっきもう今本当にたった今ねこの取ってあやべちょっと今できんわって切ってでその時にマグマダシのね大量発生ちょうど大量発生というか大大大大大発生を一回やってたんだけどで親分来たけど来ないとまだ何回だろうねもうほんとでこれはとにかくかっこいいやつですこれはこれネタバレですちなみにあこれメンテ持ってるジンちゃんですこれはでちょっと顔を荒れかけてるホタルですこれは なんか蛍がさストーリー中ずっとさなんかちょっと何で、ね、低めのさイケボでなんかやってるからちょっとなんか情緒どうなっかになっちゃったんだよねえそのテンションでずっと行くのちょっとあの天真らんな感じい,いいのかって感じだったけどちょっと途中で一回なんか弾いてる感じのボイスがあったんでそこはちょっとありがたかったですねはいでこれはなぜかノりで買ったやつですねはいねよかったよかったうん <laughs> どっちもいや、まあ、もあれ,、ま、いやあれこいつ星さんだっけ 水着は持ってたかかか。ら、ら。セーフ。だず、確か、うん、でこれは長らく手にするのを夢見てたランクルスくんですかねようやく来ました、うん、今日はね2パックだけねあったから買ったんでまあたくさんあってよ。他にもパックあったけどでもワイルドフォースなんかたくさん並んでる中あの2パックだけ買ってこうってなって2パック買ってったら出たんですよいやーようやく来たねほんと完璧もう最高で これミハイルですね。はい。おじいちゃん。てか待って、あれこの帽子あれじゃねおい、この帽子じゃん。<laughs> あー、なるほどね。ちょっと気づかんかった、これ。読んでるとき。この帽子やんな。うん、何がとは言わんが。で、これは、原神に登場している人ですね、これね。はい。で、これは謎の自己紹介ですね。 で、これはちょっと、あのー、可愛いから撮ったところですね。この、なんか、なんかちょっと違和感あるなって感じでちょっと撮ったですね。これ。うん。で、これは土の子ですね。はい。で、めんだこですね。これもね。はい。はぁ。<laughs> 謎の紹介終わり。じゃあ、いい夢を。